セブンデイズトゥーダイの夜がやってくる。ヘイヘイヘイ。ではね、夜が来ます。今時刻はね、1日目の19時っていうことで、22時からね、セブンデイズのまあ夜が始まるっていうね、ゲーム内ではそういう扱いになるんですけれども、今回はね、1日目の日中からね、とても立派な家をね、ゴーダー譲っていただきました。はい。で、まずはね、1日目の夜をね、この家で、安全にね、暮らしていきたいと思います。はい。で、セブンデイズの夜はね、危ないんですよね。みんな知ってると思うけど危ない。ゾンビも走るし、暗くて配信しにくいし、まあいろいろね、夜はね、問題があるんですけど、その間にね、ちょっといろいろ家の中を見て回りたいんだよね。物資とかもまだ全然漁ってない状態なんで、漁りながらちょっと朝までね、この家の中で過ごしたいと思います。いやもうお腹も減ってきてるし、さっきも水分不足になってたし、結構食料がやっぱやばい。黒焦げ肉だって。まあね、黒焦げ肉でもね、お腹は満たされるのでね。あ、最初は、もう序盤はね、わがままとか言ってらんないんだよね。あ、トウモロコシ。あざす。やっぱ序盤で激アツなのはこのキッチンだね。キッチンでとにかくね、食べ物をね、もらっていきたいね。はい、ということでね、取り急ぎキッチンだけね、今見てきたんですけど、黒焦げ肉、トウモロコシ、ブルーベリー、ジャガイモが手に入りました。缶詰なしですね。ちょっとね、一晩乗り越えられるかな。ただただ心配だわ。で、あと一旦ね、この食べ物を、この木製ストレージっていうのに入れときましょう。チェストも変わったね、見た目がね。はい、ということでね、マイボックスも作ったんでね、この中に、はい、ということでね、マイボックスも作ったんでね、この中に、入れていきましょうか。やばい、もう見る見るね、見る見る日が落ちてきてる。で、漁る前に先にこの拠点作りのチャレンジやるべきだったわ。で、10時だわ。ゾンビ走り出す時間だわ。やば。ということでね、決してね、普通の人はね、外に出ちゃダメなんですけどね。この拠点作りだけはちょっと先に終わらせておきたいので終わらせておきましょう。で、土地所ブロックは置いたから、次寝袋クラフトね。寝袋は多分この下の草とかをね、買っていけばいいんじゃないかなと思います。よし、寝袋作った。で、寝袋を、ここにね、置きましょうか。プチッ、オッケー、これで寝袋クラフト完了ですね。建築ブロックかな。建築ブロック作って、これを設置するっていうのがクエストで確かあったはず。ここか。よし。で、これを、こっちか。あとは扉を作って、扉を設置。で、タイマーと設置。あとはスパイクトラップと、玉石を準備しなきゃいけないんだね。そうすると、外で木と石を取ってこないといけないな。大丈夫、ゆっくり行けば、ゆっくり行けばバレない。大丈夫、大丈夫。木まであと、木まであと数メートル。うわ、そこにもゾンビいる。木、木、木。すいません、木が20個ほど欲しいんです。木を叩かせてください。あとはここにいい感じでね、建築資材の建物があるんだよね。これ石だね。これこれ、これもらっちゃいましょう、これ。これ石です、石石。石と粘土を材料にクラフトすると、確かね、玉石が手に入るんだよね。で、その玉石を使ってブロックをね、さらに硬いものに強化していくことができたはず。お家に帰ってまいりました。あー、明るいとめちゃくちゃなんか安心するわ。で、玉石を強化して、オッケー、チャレンジ完了。そしたらあとは家の中見て回ろっか。習慣家庭料理だって。主人公はね、一番最初料理作れないんだよね。せいぜい黒焦げ肉くらいしか確か作れなかったはずなので、これ嬉しいね。さあ、主人公の料理の腕前確認させていただきましょう。ピッ。あー、ゆで卵と黒焦げ肉作れるって。で、ただ、これ作るにもね、黒焦げ肉はいいとして、ゆで卵と水は調理鍋必要なんだよね。だからこのままじゃ作れない。で、このね、習慣家庭料理読んでみましょう。これで多少は、料理に詳しくなってほしい。お、ベークドポテト作れるじゃん、これ。ベークドポテト作れます。焼きトウモロコシは調理用グリルが必要ね。いやー、じゃがいも持ってるよ。救いだ、救い、救い。じゃ、ベークドポテトね、3つ調理します。よし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 。美味しくなあれ、美味しくなあれ。よし、できましたね。食料値10回復するのありがたい。ただ水分値がね、マイナス5なんだ。また水分不足になりそうっていうか、もうなってるわ。これは、ちょっと水をどうにかしないといけないな、本当に。おはよう、レクト。久々だな。あれ？
あ、拠点作りよくできました。サバイバーさん、拠点作りチャレンジグループを完了しました。まさかまさかレクト、お前がそれをお祝いしてくれるのか、なんていいやつ。じゃあバーラント6巻もらえますか。今期もね、条件揃ったら拳で戦っていきたいと思うので、拳系のねスキルをガンガン取っていきます。でレクト先輩のところに何しに来たかっていうと、調理鍋を買いに来ました。調理鍋ね、確かトレーダーで必ず売ってるはずなんだよね。あった、調理鍋600円か、600円ね。ちなみに薬莢さん今0円。やばい。ということでね、働かざる者食うべからずですね。クエストやりましょう。いや、この状態で戦えるかな。水分不足、空腹。意外とさ、これ私ピンチだと思うんだよね。これピンチだよね。今は気づいちゃったけど、ピンチだな。はい、ということで現場に到着いたしました。ここかな。あ、いた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 。よし、スタミナあんまり使わず読みでなんとかしていく。あそこにもいる。おお、びっくりした。うー、床抜けた、びっくりした。落ちなくてよかった、本当に。よし、全員倒したっぽい、オッケー。で、ここかな、ここだ。よし、でバッグを回収して、レクト先輩戻ってきた。お金くれ、お金。100デュークカジノトークン、まあ、少な。で、こういう時はね、ちょっと穴掘りクエスト行きますか。穴掘りクエストのティア1ってさ、確かご飯もらえるはずなんだよね。あったー、あったあったあった、食料発見。いや、本当にお願いします、水、水ください。あー、泥酔。あ、ラムレーションじゃん、ラムレーション食べよう。これで350円か。先が遠いな。鍋買うの先が遠いです、めちゃくちゃ遠い。はい、じゃあクエスト解除到着、ここですね。ほい、まだまだ、ナイス。あ、なんかそこにもいるな、そこにもいる。で、これは開けずにこっから狙う。よし、ちょっともう本当にスタミナないからね、安全に行くわ。おし、オッケー。いや、あと150円か。あと150円。これ売ってなんとかなんないかな。あ、このレコグ。レコグ売ったら50円手に入る。今使わないからちょっとレコグ売るわ。あ、ステロイドも売ると50円になる。これも売るわ。とりあえずね、今一番大事なのは調理鍋を手に入れることだからね。全然売るわ。オイルシェール20円か。売るわ。あ、鉄6円。うん。うわー、モロトフ2本売ると30円手に入る。いやー、これね、後々めちゃくちゃ使うんだけどね、これ2本売っちゃうわ。えい。で、そしたら600円になったから、調理鍋購入。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。よし、ではね。では、調理鍋、キャンプファイヤーにセットしましょう。で、これで、よし、水作れるようになってるんで、水作っちゃいましょう。よし、ということで、水できました、水。待ってました、水。いや、本当にね、デバフ見てほしいんだけどね、危なかった。危なかったよ、間一発です、これ、本当に。ふぅ、生き返る。オッケー。いや、本当にね、サバイバルの基本って食料だよね。水と食料。やばい、今二度見したんだけどさ、調理鍋出てきたね。